量子コンピューターが普及した未来には量子コンピューターを使って音楽を作ったり量子コンピューターを使って絵を描いたりこういった芸術活動に量子コンピューターを使う量子アーティストなんかも出てくるかもしれませんこんにちは量子コンピューター研究者の藤井圭介です量子コンピューターに関する質問にお答えします This is 量子コンピュータサポート 最初の質問はハミングさん下からビームが発射されそうな見た目ですよねかっこいいなんでああいう見た目これはですね、えー、量子コンピューターの候補にはいろんなあ候補がありますその中で最も注目されている量子コンピューターが超伝導でできた超伝導量子コンピューターですこの写真がですね、えー、国産の、えー、理化学研究所で開発されている国産の量子コンピューターの写真になります この国産の量子コンピューターこの部分というのは冷凍機ですこの外側にドラム缶のような大きさの囲いがあってそれを取り外した写真がこの写真になりますステージをどんどん下がっていくと温度が下がっていきますこの先についている量子コンピューターのチップこれが量子コンピューターの超伝導でできたチップですけれどもこの量子コンピューターのチップのところは マイナス度これ以上冷やすことができないめちゃくちゃゃく冷えている状態です。こういったあ先のところに量子ビットがいてこの量子ビットを使って計算をさせることになります。どうやってこの量子ビットで計算をするかというと、えー、ここのところに見えている線ですねこの上から下に伸びている配線この配線の中をマイクロ波という電磁波を 通してそれをこの先にある量子ビットに当てることで計算を行いますこの配線拡大したものがこの図になりますこういった形でそれぞれの量子ビットにマイクロ波を当てるためにたくさんの配線がされています例えば100個量子ビットがある場合には100本から200本の配線というのが必要になりますなぜこういった装置になっているかというと 量子ビットを段階的に冷やしていき一つ一つの量子ビットをマイクロ波で制御するためのケーブルを通しているからこういった形状の装置になっていますゴローマルゴロさん、えー、量子コンピューターが普及すると世界はどういう風に変わる量子コンピューターの使い方というのは今世界中の研究者たちがどういう風うな問題を量子コンピューターを使って解くことができるかということを研究をしています中でも例えば 分子、我々の身の回りにたくさんある化学物質分子化学反応こういったものは原子の周りに電子が量子力学に従って動き回ることによってこののの分子の形や化学反応というのが決ままってきます。従来のコンピューターを使ってこの分子のシミュレーションをすることは非常に難しいと。 いうふうに考えられていますこういった量子にまつわる難しい問題に同じ量子力学の原理で動いている量子コンピューターを使うことで計算を指数関数的に高速化することができるというようなことが期待されています例えば CO2 を吸収するような材料であったりとか光合成のメカニズムこういったいろんな地球規模の問題につながるような イノベーションを量子コンピューターを使って起こすことができると期待されていますつまり量子コンピューターが普及すると身の回りのいろいろな化学物質化学反応を簡単にシミュレーションすることができるようになります量子力学というのは直接目で見えないミクロな世界のを支配している物理法則です例えば原子や電子そして光そういったミクロな世界の粒子たちは 必ずしもある一点、場所に確実に存在するわけではなくて、こちらに粒子がいたり、こちらに粒子がいたり、重ね合わさった状態になっています。例えば、シュレーディンガーという物理学者が粒子力学を作りましたが、シュレーディンガーの猫というものがあります。これは何かというと、シュレーディンガーの猫が生きた状態と死んだ状態、その2つが重ね合わさったような あ猫というものの試行実験です本当にはそういう重ね合わさった状態の猫っていうのはいないんですけれどもそういう重ね合わせという不思議な現象を、えー、例えたあー例になっています次の質問阿弥陀如来さん量子、えー、コンピューターが発達することで銀行などのセキュリティが簡単に突破される心配はないのですか量子コンピューターが得意な問題として素因数分解問題があります えー、素因数分解問題というのは従来コンピューターではすごく難しい問題この問題を解くのが難しいというのを利用して 暗号化に相因数分解問題が使われています RSA 暗号というふうに呼ばれています例えば銀行間の取引であったりインターネットでクレジットカード決済をするようなときそういった情報が漏れてしまわないように RSA 暗号を使って暗号化をしていますこの RSA 暗号従来コンピューターで解くのは難しいので安全性が担保されていますが量子コンピューターが実現するとこういった相因数分解は簡単に解けて暗号が解読できてしまいますだけれどもそういった暗号 解読ができるような量子コンピューターにはまだ30年50年ぐらいの年月がかかるというふうに考えられていますですので直ちにこういったセキュリティが簡単に突破されるというような心配はありません現在量子コンピューターがあっても安全な対量子暗号というような新しい暗号の研究も進められていますまとめると量子コンピューターが 発達すると確かに、えー、セキュリティが簡単に突破されますがそういった量子コンピューターには20年30年もっともっと大規模な量子コンピューターが必要になります次は、えー、スラムスタディオさん量子コンピューターで宇宙の見え方は変わりますか我々の物理法則というのは量子力学で動いています ですので我々の住んでいる宇宙をそっくりそのまま、えー、仮想空間で実現したいとなれば量子力学の原理で動いている量子コンピューターが必要になりますいわば量子コンピューターというのは我々が住んでいる宇宙と全く同じルール物理法則で動いているプログラムすることができるマシンということになりますですので量子コンピューターはいわば、えー、宇宙の箱庭のようなものになっています 例えば最新の研究ではこういった量子コンピューターを使ってブラックホールを量子コンピューターの中でシミュレーションしたりワームホールを量子コンピューターの中で作ってみたりこういった宇宙のさまざまな現象を量子コンピューター内部でシミュレーションするっていうような研究も進められています。まととめるる量量子子ココンンピピュューーーータタは宇宙のの箱庭でですすその量子コンピュータを理解する中なな新たな 宇宙の、えー、現象が解明されていくと期待されています。州やさん量子コンピューターと普段僕らが使っているようなコンピューターの大きな違いは何でしょうか？我々の使っているコンピューターの中では、情報は0と1という数字を使って情報を表しています。こういった0や1という数字足し算や掛け算をすることで計算を行っています。それに対して、量子の世界では0と。 1位置が重ね合わさったような状態が許されていますいわばこういった0と1がまだはっきりしていない0と1の可能性が両方残されたような情報量子ビットを使って計算を行いますこういった0と1の重ね合わせを調整したりその重ね合わせから問題の答えになるような情報を増幅したり そういった形で量子力学の原理を使って計算をすることで問題を解きます従来の僕たちが使っているコンピューターと全く別の原理で動いているので計算の難しさや簡単さというのも変わってきます例えば従来のコンピューターで難しい問題でも量子コンピューターを使えば簡単に解けてしまうそういった例が知られています つまり量子コンピューターとは量子力学の原理を使って計算を加速させる新たなコンピューターです。 なかなかですね量子コンピューターすごく大きな装置非常に特殊な装置になりますですのでその量子コンピューターを、えー、メンンテナンスししたりり、えー、動かすすといいうのは非常にに難しい、えー、技術になります今では皆さんスマートフォンを持ってインターネットでどこからでもインターネットにつなげるような、えー、デバイスを持っています。 でですので必ずしも家庭に量子コンピュータータがある必要はななないいいんじゃないかなと思っています今クラウドで公開されている量子コンピューター大体1回の1ショットの量子コンピューターを計算をするのに数円ぐらいかかります。つまり1,000回ショットをすると1,000円1万回ショットをすると1万円ぐらいこういったぐらいで実際にクラウドで量子コンピューターが使えるような時代になっています。 まとめると量子コンピューターが家庭で家の中で使,う使われるようなことはないんじゃないかなとインターネット経由でクラウドの量子コンピューターを使うような時代になると思っています。 次の質問はさん何十年かしたら量子コンピューターで動くスマホができたりするのかななかなか量子コンピューター非常に大きなサイズなのでスマホに搭載されているような、えー、小さな量子コンピューターを作るっていうことは、えー、全然想像ができませんしかしながら我々が今使っているコンピューターも、えー、昔は非常に大きな、えー、装置でした。 これは1940年代に開発された世界で最初のコンピューターエニアックというコンピューターですこれ非常に大きくて体育館ぐらいのサイズのコンピューターです真空管という装置がたくさん並べられて複雑なコンピューターを構成していますが技術がどんどん進化しこの真空管にとって代わるようなトランジスタという小さなスイッチが出てきてそういったスイッチを集積化し 1>, 1枚の演算装置の中に数十億個のトランジスタを集積化することが現在では可能になっていますその結果スマートフォンとかちっちゃなところにコンピューターが搭載できるようになっていますですので量子コンピューターももしかしたら50年30年経てばですね集積化されてスマートフォンに搭載されるような時代が来るのかもしれません 太郎田中さん量子コンピューターの普及に伴って新しい職業が誕生することはある量子ココンンピピュューーーータタは全くく異な原理でで動すですので量子コンピュータでュー,タで,で,で,ータで計算をするために量子コンピューターのためのプログラミングをする量子プログラマーや量子コンピューターを開発したりメンテナンスをする量子エンジニアなどこういった職業が新しく誕生すると考えられます。 他にも、えー、従来僕らが使っているコンピューターは例えば音楽を作ったりとか、えー、絵を描いたりとかそういった用途にコンピューターが使われています量子コンピューターが普及した未来には量子コンピューターを使って音楽を作ったり、えー、量子コンピューターを使って絵を描いたり こういった芸術活動に量子コンピューターを使う量子アーティストなんかも出てくるかもしれませんつまり量子コンピューターにの普及に伴って出てくる職業量子プログラマーや量子エンジニアそして量子アーティストなんかが出てくるんじゃないかと思います次はヨッキさん量子技術の量子コンピューター以外の活用法ってどんなものがありますか例えば原子の精密な周波数振動を 利用することによってめちゃくちゃ精度の高い時計を作ることができます光格子時計というふうに呼ばれています具体的にどれぐらい精度が高いかというと宇宙年齢の2倍以上300億年経ったとしても1秒も狂わないめちゃくちゃ正確に動く時計というのが実現できます 例えばこういう正確な時計が実現できるとスカイツリーの頂上と一番下のところで微妙に重力の力が違うその効果によって時間の進み方が変わるその違いをこの精密な時計で測ることができたりします。他にもも量量子子力学の不思議な現象である量子もつれ 量子もつれは異なる離れた2つの粒子が量子力学的に強い相関を持った状態ですこの強い相関を持った状態というのは必ず右側と左側で全く同じように振る舞う量子もつれ状態こういった状態を作っていますこの量子もつれ状態を使うことによって例えば情報をこちら側から こっち側に転送する量子テレポーテーションを実現することやこの量子もつれを使って安全な暗号暗号号量子を実現することができま,すまとめると量子コンピューター以外の量子技術の応用は超精密な時計センシング量子計測分野への応用や、えー、量子もつれを利用した、えー、安全な暗号量子暗号などに応用することができます。 ちなみに2022年ノーベル物理学賞で量子もつれを使った実験を世界で初めてやった人というのがノーベル賞を受賞しています。量子力学、量子コンピューターはすごく不思議な現象で動いています。しかしある物理学者は言いました。えー、不思議と感じるということは、えー、古い理論もしくは自分にとっての常識への執着であると。 意外とこういった不思議な現象も世の中そういうふうに動いているというふうに受け入れてしまうと自然と受け入れるようになります皆さんもこれをきっかけに量子コンピューターを使ってみたり量子技術の世界に是非、えー、足を踏み入れてください。